こんにちは、ヨシウクレレヨッシーです。ウクレレ宴会芸小ネタということで、今日はこういうのをご紹介しますね。これは世にも奇妙な物語ガラモンソングっていう曲ですね。タモリさんのストーリーテラーでおなじみの僕も大好きな番組なんですが、のテーマ音楽、気持ちの悪い曲ですね。半音階をつけ使ってある曲ですね。これをちょっと弾き方を紹介しますね。キーはね、これは G マイナーになってまして、これロー、ハイ G なんですけど、この音と2弦の3フレット、これを同時にこう弾いていきますね。1弦、そして1弦の1フレット、3フレット、4戻ります。同じ音を戻ります。この次、この次はクロマチックスケール、全くのドのシャープからラーまでおります。ここで伸ばすよりもちょっとこのスタッカート気味かなと、ここもね、はい。それでちょっとこのイントロみたいなのがあるんですけども、これも G マイナーの形を抑えつつ、人差し指ちょっと離して、まあこれハンマリングしなかったら押さえておいていいですけどね、 G マイナー。C のフラットから C のナチュラルに行きます。戻して、ファーミーと行きます。そしてもう一回ソーズファーシャープ、これがまあイントロと言いますか、出だしの部分ですね。それからこれと、はい。まあ皆さんなりにまた研究なさってください。今日はガラモンソングのご紹介でした。それではまた、バイバイ。